吉田城。吉田城は、三河国厚見郡今橋、現在の愛知県豊橋市今橋町、豊橋公園内にあった日本の城。戦国時代の16世紀初頭にその前身が築城され、16世紀末に大改築が行われた。戦国時代には、三河支配の重要拠点の一つとして機能し、江戸時代には、吉田藩の成長としての役割を果たした。 別の城名としては、追記当初に、今橋城と呼ばれ、明治維新後には、吉田から、豊橋の改名に伴い、豊橋城とも呼ばれた。英正2年、1505年に、保イ軍の長山一式城主、牧野古白が、今川宇治家の命により、厚見郡馬水賀村、豊橋市今橋町、現在の道志馬水賀町とは、位置が異なる。 の入道が淵に望む丘に築城したとされる。追記目的は、西三河で勢力を広げつつあった、安城城の松平長近による東三河進出に備えるため、もしくは、その松平氏の遠石としての友好関係を保持しながら、厚見軍全域で勢いをつけていた、戸田宗光を警戒するためのもの、と考えられている。翌永正三年、1506年松平氏と、 今川氏の戦いの後、牧野古白、野瀬丹波が討ち死に、今橋城から近い東方の二連、木城、豊橋市二連木町や、半島の田原城に拠点を持つ戸田氏と、牧野氏が争奪戦を繰り返すため城主が、次々と入れ替わった。今日 2>, 2年、1529年、西三河から松平清康、長地下の孫が進出し吉田城を攻略。 戸田島で屈服させて、三河支配権を、ほぼ確立させた。しかし、天文四年、1535年には清康が、王死して、松平氏の直審の常磐が撤退。代わって、木直審の常磐の一人、牧野重俊氏がそのまま上司となるが、天文六年、1537年には、牧野氏を追った、戸田政が上司となった。天文年、1546年、 牛久保城主、長山一式城主の牧の保つ性の要請を受けて、今川氏が戸田久重を攻めて、吉田城を陥落させ、これを管理下に置いた。今川氏が直接支配に乗り出したことで、東三河における最重要戦略拠点となった。今川義元は、駿河から城代に、伊藤左近、後に、小原重真を発見。支配力を強化するため、 東三河の国衆にも、城代を補佐させて、統治協力を強いた。その後、松平氏の弱体化によって新たに、今川氏の統治下に組み込まれた岡崎城を、後方から支える責務も負った。だが、A63 年、1560年5月、今川義元が、桶狭間の戦いで撃たれると支配力を低下、次第に、歯止めが効かなくなる。A68 年、 1565年には、今川氏を離反した松平家康によって攻略され、小原重真は退避。今川氏は、三河支配権を喪失する。豊川を後輩地とする排水の陣となるのを嫌ったのか、家康は、本城として持ちいずに、新任の厚い重心の井中二を城代に任命。並びに、南方の田原城の城代に、本田博孝を配置。 吉田城を中心とし戸田市や牧野市、西郷市などの東三河四軍の諸行族を統率させた。A61 年、1568年末からの東東海進行では、掛川城を行為するまでの東、三河州は、堺中寺の指揮の下、家康本体とは別行動であった。東東海を平凡した当初、まだ本格的ではなかった武田氏との対戦が想定され、 城の北方では、設楽軍の長篠城、野田城が、東方では、遠州の浜松城、二股城、高天神城などが画城となった。その武田氏とは、元気2年、1572年より、天正10年、1582年に至るまで、攻防戦を3、縁の両国で繰り広げるが、天正3年、1575年の長篠の戦いまでは、 徳川氏が劣勢であった。特に元気2年の春には、設楽軍の防衛網を容易に突破した、武田軍が南進。吉田城下にまで押し寄せられるが、頑強に守り抜いた。その後も、城代、堺中寺を旗頭とする東、三河国衆が、武田氏による東三河、西島と海への侵略対応に心血を注いだ。天正18年、1590年。 豊臣秀吉により、家康が関東に放されると、池田輝正が東三河四郡を滑る15万二千国の城主となった。輝正は、吉田城及び城下町の大改築や、吉田大橋、豊橋の掛け替えを行った。整備は11年間にわたって行われたが、関ヶ原の戦いの翌年、慶長6年、1601年に輝正は晩州、晩秋、 姫路に違法された。現存する城跡は、金星城郭ではあるが、テルマサの統治下では完成しなかった。幕藩体制の下で、吉田城に、三河吉田藩の藩庁が置かれた。ただし、東海道の重要な防衛拠点の一つに挙げられていたため、江戸幕府の老中、大阪城代、京都諸士大閣など有能な古代大,大名が主に、選ばれ出世城などと呼ばれていた。 武谷や松平家をはじめ、福津松、平家や水野市、小笠原市など三万から八万国の府大、大名のみに託されるが、国替えは頻繁であった。そのため、ほとんどの藩主は、菩提寺を吉田に作らず、唯一の藩主の菩提寺は、小笠原家四大の廟のある臨在寺、通称、殿様寺。豊橋市、東田町のみである。最後に入ったのは、大河内松平家である。 歌川広重の東海道五十三次の中で橋と城が同時に描かれているのは吉田と岡崎だけである。吉田大橋は東海道では数少ない大きな橋で川に面した城郭と橋を同時に描くことができる。吉田城は東海道でも屈指の景観として多くの絵師に描かれている。明治維新後、松平新子 後の死者大川知新西家が、明治2年、1869年に、藩籍奉還したため、明治政府家の豊橋城、豊橋藩となり、明治4年、1871年、敷地は、兵部省の管轄となった。明治6年、1873年、湿火により多くの建物が消失した。また、城内に、名古屋の豊橋所が設置され、 明治8年、1875年には第日本、帝国陸軍不評18連隊が置かれた。太平洋戦争後、三の丸内側は一部を除き、豊橋公園として整備され、本丸には1954年、昭和29年に、墨倉、鉄倉が模擬再建された。墨倉、鉄倉の中は簡易的な資料館となっている。入館料は不要で、 2016年3月26日の吉田城リニューアルオープン後、水曜から日曜10時15時の開館となっている。その他、豊橋市美術博物館や豊橋球場などのスポーツ施設、文化会館などが整備されている。また、豊橋市役所、豊橋市今橋町一番地も三の丸に立地している。2017年、平成29年4月6日、 俗日本百名城、百五十一番に選定された。追記当初のこの城の命名について、牛窪記には吉田城とあり、後の成立である牛窪三段記、宮島伝記には今橋城となっており、また今橋物語には峰野城や鼻雑城、岡和城と古名を紹介していて、今橋城の城名には小説がある。大英二年、千五百二十二年、 上主であった、牧野信成、琥珀の子によって、吉田城と改められたというが、早朝記では、大英四年、千五百二十四年に、十日に、今橋牧野田三十一宿、大英六年、千五百二十六年、三河国今橋牧野田三とある。また、明治四十二年、千九百九年発行の豊橋市用、豊橋三次会には、天文年中に、 今川義元が今橋から吉田に改称したとしている。この吉田城は豊川と浅倉川合流地点に立地。現在に至るまで23度にわたって発掘調査が行われている。その成果によると、戦国期の吉田城は土森りと素盛りの堀による簡素な構造だったと得られる。池田照正による改築以降、北側に川を背にして本丸があり、 それを囲むように、二の丸、三の丸、侍屋敷が囲むという半円格式の平城であった。ただし、堀割や土類は戦国期の吉田城と平行線上に並んでおり、縄張りは戦国期のものをある程度踏襲されていることが知れる。本丸は北側の川に面し、切り立った石垣が組まれていた。南側は囲むように石垣と墨やぐらで構築され、 その外側には、空堀が掘られていた。天守はなく、炭屋倉の一つである、鉄屋倉が、天守の代わりをしていたと考えられている。本丸御殿が、江戸時代の不幸図松平氏が治めた当時に、建設されたが、法営四年、1707年の法営地震で、崩壊し、以後再建されなかった。再建鉄屋倉を支える石垣は、池田テルマサ当時のものと言われる。 その他の部分の石垣については、慶長期の名古屋城追記の際に余った石垣を転用している部分が見受けられ、石垣の中には、天下武神、多くの大名が築城に動員されたことであったこと、示す各大名家の家紋などが刻まれているものがある。二の丸は土塁で囲まれており、二の丸五にや弾薬庫があった。また二の丸の北、本丸の東側には、 細長い形状の金冠丸があった。秋の琥白による、追記当時の本丸はこの辺りにあったと言われている。三の丸も土塁で囲まれ、米蔵や土蔵、長屋などがあり、その外側は、侍屋敷が広がっていた。城外とは彫堀で囲われており、当初空堀であったが、上皇三年、1654年、不代の小笠原忠友によって、高山大池、 豊橋市高山町が築かれ、水を引いた。大手門は、札木町、豊橋札木町付近にあった。なお、城全体の敷地は、名古屋城よりも広い。公園化された本丸から三の丸には石垣、土塁、堀が残る。本丸石垣は2005年の修復の際に、池田照正時代の石垣であることが判明した。静岡県古西市、和室の、 本教寺の奥垣院、静岡県指定文化財と三門、古西市指定文化財は、久世市によって、寄進移築された吉田城の御殿と大手門であると伝えられている。1954年、昭和29年、本丸北西の黒金櫓市に、矢倉が模擬再建されている。2013年9月21日に、豊橋青年会議所により、 吉田城前の広場で104,840個。五路で、豊橋のアルミの空き缶で、吉田城倉のモニュメントが作られ、アルミ缶でできた最大の像部門のギネス世界記録に認定された。完成した城は、底辺の幅6.6メートル、奥行き5.5メートル、高さ5メートル、重量は缶だけで、約3トンもあり、製作途中の同月16日に、 豊橋を直撃した台風18号にも耐え抜いた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。